オグ車両センターは東京都北区上中里2丁目にある東日本旅客鉄道東京支社の車両基地である。当センター敷地全体はオグ客車操車場と呼ばれ、その構内に存在している。当センターは1916年7月に開設された上の建築を前進とし、1926年10月10日に現地に 海塚奏車場が新設されて移設した車両基地である。1929年6月20日にオグ客車奏車場と解消され、オグ客尺が発足し、2004年6月1日に、現明称に解消した。宇都宮線のオグ駅に隣接していて、列車密度、速度ともに高い東北本線の運行に支障を、きたさずに、数多くの回送列車を安全に裁くため、 上野駅から東センターへの分岐点を越えて、小グ駅手前までの東北本線列車線は、複々線となっている。この間の客車列車の改層には、推進運転と呼ばれる特徴的な方法が採用されている。この推進運転が本線上で行われているのは、全国でもここだけである。旧称の小グ客車区が示すようにかつては客車。 それも上野駅発着の夜行列車が数多くあったため、寝台車が多数配置されていた。また特急、初0狩りのキハ81系沖海とは、首都圏唯一の特急系機動車の研修基地となった、こともある。港内南西には、田畑運転所が併設されており、そこを介して、田畑操車場への連絡線がある。以前は、港内西側に、 小ぐき区も設置され、転車台、線稽古の設備や、線稽古の裏手にも、田畑奏車場へ通じる、連絡線があった。1964年3月1日に、田畑機関区に統合される形で廃止され、残された設備も1966年1月までに、撤去された。小ぐ車両センター周辺の空中写真国土、交通省国土地理院地図、 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成あたりセンターは、南北に2202メートル、東西に249メートル、敷地面積が約29万6千平方メートルという大きな車両基地である。構内は、到着線4線、着発線1 7線、出発線1 1線、線上洗浄線10000線、組え線4線、回転線2線。 引き上線などが配線されている。その他、北東側には、研修庫と、転車台が設置され、その周囲にも通路線や、予備線などが配線されている。校内の大部分は電化されているが、研修庫付近の線路は、非電化である。当センターでは、宇都宮、高崎線、常磐線、東海道本線などの通勤、近郊電車の大白や留置を行っている。 以前は、上野駅を発着する、北斗西や、カシオペアなどの客車列車を担当していたが、それら客車列車の運行廃止に伴い、2017年4月現在では、e 6 5 5系や e 0 0 1系、トレーンスイート式島と、元、カシオペア用、e 2 6系の仕業検査、機能保全検査などを担当している。また、当センターの入れ替えとして、 高崎車両センター、高崎市所属のデジュ型が常駐している。転車台に展示された EF81-81 等センターでは、2001年から毎年11月中旬の土曜日にみんな集まれ、ふれあい鉄道フェスティバルという題名の一般公開イベントを開催している。主なイベント内容は、このほか転車台回転実演。 研修庫内展示なども行われ、毎年多くの来訪客で賑わっている。オグ車両センター所属略号、東奥、東京支社を意味する、東と、オグを意味する、奥から構成される。国鉄時代にも使用された表記だが、1969年3月の東京鉄道管理局分局により、東京北鉄道管理局の管轄となり、 北奥、1957年までは、東奥と表記されていた上野駅の開業後の1916年7月に、上野建築が開設され、東北方面への客車車庫は、同駅構内に置かれていた。しかし1923年2月からの東京、上野観光化先進説に伴う構内、大改良工事の開始により、旅客設備以外の施設を他に移転することになった。 客車走車場は、小口区に新設されることになり、1924年8月に、貝塚信号所として開設し、貝塚信号所大子間に改装線が新設され、王子経由で、改装列車が運転された。また、当初は、王子駅の管轄下とされた。1926年10月10日に、貝塚走車場と改称し、独立。 上野県区を現地に移設し、同時に、貝塚総車場日暮里館に改装線を新設。翌1927年11月に改装線が、上野まで延長された。さらに1929年6月20日に、小具総車場と改称し、総車場内に、小具客区が設置され、同時に、旅客船を分離して、小具駅も新設された。また、 走車条件設と並行して東北本線列車線の経路付け替えが行われ、翌21日から列車は同駅経由で運転された。1934年5月10日には田畑機関庫上の文庫が廃止され、小グ文庫に業務移管。さらに1939年10月1日には小グ機関区に昇格し、その後長期にわたり基本的に 田畑区は、貨物列車、小具区は、旅客列車の担当となった。上野小区客車走車場間の列車線と改装線は、1931年4月10日から、複々線となったが、当初は、上野駅高架ホームからは、小区走車場に、地平ホームからは、大宮方面につながる構造であり、地平ホーム、走車場を並びに、高架ホーム大宮方面の列車は、 日暮里駅構内の渡り線で点線を行う必要があった。これがダイヤ編成上の支障となっていたため、1968年10月1日ダイヤ改正を控えて走車場への分岐点改量が行われ、同年9月29日からは、高架ホーム側、地平ホーム側双方の線路から出入り区できるように改められたほか、増発された、 列車本数に対応するため、1969年4月25日より、大宮10月1日から泥から、東、大宮間に、東大宮総車場を新設し、小具客区東大偶発室が設置された。1994年12月1日には、品川運転所の車両無配置化に伴い、同所配置車両が転入した。また、 2004年6月1日の組織変更で、オグ客区から、オグ車両センターに改称された。2015年3月14日に、上野東京ラインが開業、東海道線の宇都宮、高崎線との相互直通運転が行われるようになったが、東海道線の上野駅発着列車も設定されており、この回送列車は、当センターに留置されるようになった。 2021年4月1日現在の配置車両は以下の通り。推進階層に対応し、JR 東日本 E26 系客車では、全小島を装備している先頭の客車に設置された、下半式のブレーキ弁オグから上野に、推進階層される、北陸推進階層とは、機関車牽引の列車を通常とは、逆向きの、客車を、先頭、機関車を最後尾とした。 推進運転で改装する方法である。1934年6月に、それまでの機関車付け替え方式に変わって導入された。当センターが受け持つ、寝台特急に代表される、客車列車は、上の発議であり、同駅での転向が必須となる。しかし、これらの発着に使われる列車ホームは、東端式ホームという行き止まりの構造であるため、着回しができない。 そのため、機関車の付け替えを行わず、推進回送が行われている。つまり、推進回送とは、当センターの場合、上野駅を出発する、下り客車列車は、車庫である当センターで、車内準備を整え、大宮方に、機関車を連結し、客車を、先頭車として、上野駅に向けて回送され、上野駅で乗客を乗せた後、機関車の付け替えを行わずに今度は、 機関車を先頭として出発する。逆に、上野駅に到着した上り客車列車は、機関車の付け替えを行わずに上の方に、機関車を連結したままの状態で客車を先頭として、当センターに向けて回送することを指す。推進回送で実際に運転を担当するのは、最後部の機関車に乗務する、運転士であるが、運転台のない先頭の客車には、 正規の運転装備に代わるものとして、下半式のブレーキ弁、軽的、全消灯、無線が用意され、非常時のブレーキ操作を行う推進運転士が乗り込み、後部の運転士と連絡を取りながら運転される。なお、この区間の回送運転は、田タ運転所所属の運転士が担当する。推進運転の際の速度は、時速45キロメートル以下。 推進運転士のない場合は時速 25km 以下に制限されている。特殊な運転扱いにもかかわらず現在まで続いている理由は回送が約11分間程度と短距離を呼び運行量の多い区間のため機関車付け替えに比較して時間的、経済的に有利との判断からとされている。ありがとうございます。